計殿ではないか。お仕事帰りであるな。お疲れぞ。うん、何してるの？そのプレートは？雨の日恒例アイアイ傘キャンペーン中ぞ。うむ、わらわのアイアイ傘は師匠直伝至極の一品ぞ。どうである、入らぬか？いや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 、大丈夫、自分の傘持ってるし。うむ、そうか。あ、小太郎君、今日もいつものところまでアイアイ傘頼むよ。私も次お願い。うむ、順番ぞ。まさかの大繁盛。小太郎君、そっちの肩雨当たっちゃってるけど大丈夫？何案ずるでない、これぞ師匠直伝アイアイ傘師としてのプロの仕事である。ありがとう。うむ、武井殿、お仕事お疲れぞ。ちょ、肩びしょ濡れじゃない。これはアイアイ傘師の証ぞ、きっと師匠も褒めてくれるぞよ。なんで小太郎くんはそんなにアイアイ傘と肩が濡れることにこだわるの？その昔、雨の日に師匠とわらは二人で家に帰っていた時。濡れてる、肩ダメ。ええ、いいんだよパパは。そうだ、パパ流のアイアイ傘で大事なことを教えてやる。それは相手を思って傘を差すことだ。その証に自分の肩が濡れるんだよ。すごいプロ、アイアイのプロ、すごいすごい。いつか両親殿にアイアイ傘をした時に、わらわが肩を濡らす姿を見せるぞよ。ねえ、今日は私もアイアイ傘お願いしてもいいかしら？では中にどうぞである。が、傘は私が刺す。何を言っている、わらわが刺す。いいじゃない、一回ぐらい。武井殿、次こそはわらわに傘を刺させるのである。楽しみにしてるわ。